はい、どうも、ラグナラクの英雄と申します。今回はですね、ちょっと久しぶりということでね、以前に、僕が、リプレイというか、共有、クランに共有したものをね、まあ、おすすめのものを、見ていこうと思います。はい。じゃあ、それでは、まず一つ目から見てみましょう。はい。ちょっとですね、まあ実況すること自体久しぶりなんですが、やること自体久しぶり、このゲームを開くこと自体久しぶりでですね、どういう試合だったか全く覚えていません。なので、そういった面では、もう本当に、実況と言えるんじゃないでしょうか。はい。お、早速、リード、ダメージリードを取ってますね。まあ、いきなり相手がエレクトロイズ、あ、間違えましたね。エリートバーバリアンを出してきたところに3コストで対応した。スケルトン部隊の3コストでね、対応したのはでかかったですね。で、ここで、エレクトロウィザードとリューベルンドラゴンで、強くカバーする。で、ガーゴイルのメレにね、対応するために、ファイアースピリットを、まあ、使わないといけないと。で、ファイアースピリットを手札に持ってくるために、まあ、レイジを使ったと。インフェルノドラゴンと、エレクトロウィザードの、その、能力を高める。まあ、少しでも良くするのも兼ねて、レイジを使いましたね、今。さあ、ここで立て直して、エリクサーポンプでもう一度攻めていこうという形ですかね。ここでスケルトン、スケルトン部隊を出すが、対応されてしまう。お、これは、取られましたね。結構きついんじゃないですかね。僕が以前の動画で言ったエリクサーポンプを出した後はエリクサーが、少しね足りなくなるっていう話でしたけど、おっとここで引くことなく攻めようとしてますね。エリクサーポンプの2個目を、立てましたね。ここでこれなかなか勇気ある行動ですね。まあ、ここは、ファイアースピリットを手札に回すためにあえてメガナイトを、出しましたね。左側に。はい。左側相当攻めてますね。なので。で、無事右を取っていくと。で、ここでさらにね、攻めようとしますね。はい。ここで、メガナイトは死ぬが、左、まあ、上の、スケルトンとネクロマンサーの攻撃がめちゃくちゃ入ってきますね。ここで。おう。ここで取れるのか。さあ、取れるんじゃないのか。グッドゲームと。なるほど。こういった試合でしたか。まあ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 、なかなかいい試合だったと思いますね。はい。それでは次の、リプレイを見ていきましょう。ちょっと久しぶりなんで、ちょっとこのテンションがよくわかんないですけど、すいません。はい。ちょっとテンションがよくわかってないですね。小手、ネクロマンサーを出して、相手ポイズンですね。で、今ポイズンを使ったのでね、エリクサーポンプを立てるチャンスだと見て立てましたね。そこでおそらくここで、もうエレクトロウィザードを立てずに、ここで立てる。なるほど。今ポイズンを使われた際にですね、相手がポイズンを打ってきた際に、エレクサーポンプを立てた理由ですが、まあ、エレクサーポンプを立てると、大抵相手は、こう、今の、それこそ今みたいに、こうやってエレクサーポンプをね、除去するために呪文を使ってくるんですね。で、その、
まあ、エリクサーポンプ対策と言っていいでしょう。今はそう言わせてください。そのエリクサーポンプ対策に入れていられているそういった呪文が使われた際にですね、ちょうどよくねエリクサーポンプをすかさず出していくと、そうすることでね、ちょっと呪文を使いにくくなるんですね。エリクサーポンプを、そうですね、今使ったポイズンとかをさらにエリクサーポンプを置いてきますね。今の現状だとだいぶ左がやられていますね。少しずつ削られていますね。こちらも右からとか攻めようとしてるんですけども、なかなか、形に出てないという状況ですね。エリクサーポンプに対してですね、4マナの呪文。はい、マナじゃないですね、ごめんなさい。デュエルマスターズのちょっと癖がついてますね。4エリクサーですね。4エリクサーの呪文。ポイズンとファイアボール。こちらはですね、エリクサーポンプの、大体7割を削れるんですね。まあ、7割を削れるので、逆に言えば、7割の体力がエリクサーポンプに残ってる状態で使わないと、まあ、損するっていうことなんですよ。お、ここで、エレクトロウィザードとインフェルドラゴンで、おーっと、ギリギリ耐えられる。もう少しと一歩ですね。そうですね、エリクサーポンプが、例えば体力がもう半分しかないっていう時に、呪文を打ったりするとですね、まあ、呪文で7割削れるわけですから、その2割分が、まあ、損をするんですね、エリクサー的に。まあ、なんで打ちづらくなると、言ったところで、相手が呪文を使った時にですね、すかさず、まあ、使っていくと、エリクサーポンプを置いていくと。そしてここで、エリクサーポンプの話をしていたら、勝てましたね。まあ、エリクサーポンプを立てて、その、まあ、よく使っている、メガナイトを前に出して、後ろにね、後衛ユニットをつけていくっていう、あの形を完成させるっていうのが、まあ、一番おすすめですね。はい。やっぱあの形を完成させるには、エリクサーポンプを立てたりとか、エリクサーが多く、ないとね、なかなかやりづらい、まあ、コンボなんですけども。まあ、あれができるとですね、ほとんどは対応できないですね。はい。なかなか対応できないです。メガナイトに、今、触れているインフェルノドラゴン。今出しましたね。それに、ネクロマンサーとエレクトロリザードを合わせると、まあ、大抵のユニットが来ても、対応できますね。まあ、対応できるというか、その、一瞬で粉砕しますね。まあ、でも、これは、まあ、敵のユニットが1体しか出てきてなかったらという話でございまして、同じく相手も大量にね、ユニットを重ねてくれば、それは、勝負はわからないという感じですね。ここで過剰防衛をしていきますね。エレクトロウィザードとスケルトンみたい。今、ファイアースピリットをね、無駄に後ろから、自衛のタワーから、出してましたけども、これも今、手札回しのために無駄に使ってましたね、ちょっと。おそらく。はい。ここで手札を回すために、おそらくあれですね、エリクサーポンプをもう一度立てようとしてるか何かで、コストの低い、カードを消費してますね。で、今エリクサーポンプを立ててたので、レイジをかけるとですね、エリクサーポンプのそのエリクサー生産速度も上がり、さらに敵が来た時、タワーが対応してくれるその攻撃の速さが速くなるといった点ですね、今使ってたの。はい。ここで大きく過剰防衛をしていくが、ここでリーチをかけて、さあどうなる？あまりダメージはないといったところ。しかし相手がポイズンを使ってくれたのはでかいですね。
まあ今こうやって振り返っている状態だとね、音取られましたね。大丈夫でした。大丈夫ですかね。あと30秒ですけど。あ、今相手が6マナを、あ、6エリクサーをちょっと右に消費しましたね。これはでかいですね。これで、左に攻めるときに、6エリクサー分で、まあ、なんでしょうね。こう、倒されないというか。おっと、これは無理なんじゃないか。あ、これは無理ですね。完全に。あ、これは、まあ、これは相手がうまかったですね。はい。なぜ共有したのでしょうかという感じでした、感じですけども。あ、レベルの差を思い知ったという題名でしたね。すいません。共有した自分が覚えていないという。そうですね。今のはだいぶ、相手が強かったと思いますね。はい。ちょっと今ね、さっき何か言おうとしてたんですけど、途中で終わってしまいましたね。すいません。さあ、初手にエリクサーが来た場合は、相手の出方を伺ってからエリクサーポンプを立てると。ここで、あ、これはうまいですね。ここがうまいと思ったんで、確かリプレイし、共有したはずです。はい。エリクサーポンプに対して、ディガーを使ってくるんじゃないか。そして、ユーノが攻めてきてるという、いった点で、スケルトン部隊を、両方警戒して真ん中に出して両方に対応するという作戦、プレイでしたね、今のは。はい。で、お、ここは早くもあの形を完成させようとしていますね。メガナイトにネクロマンサーといった形、これだけでもだいぶ強いです。まあ、今回は相手にね、何でしたっけ、ペッカで、対応されてしまいましたけど、これはちょっときついですね。まあ、これが最善の策ですね。最低限できる。まあ、仕方ないでしょう、ここで1個取られるのは。仕方ない。まあ、あと1分半あるので、ね、おそらく、過去の自分はまだ諦めていませんね。まだ闘志が燃えたぎっています。せっかくね、相手がキングタワーをファイアボールで起動してくれたのに、結局、まあ、一緒になってしまいましたね。はい、タワーが壊されたので。タワーっていうのは、ちょっと今真ん中のことタワーって言いましたけど、真ん中はキングタワーですね。右左にそびえ構えるのがタワーですね。お、ここで、左に攻めてる間に相手が右に攻めようとしているが、ここはなんとか対応。今のはなかなかうまかったんじゃないでしょうか。はい。そして、左、ここで落とせるんじゃないか。右取られますね。でも左をなんとかここで落とせれば、まだ勝機はありますね。さあ、あと20秒、大丈夫か。ちょっと心配ですね、あと20秒は。さあ、どうでしょう。さあ、どうですか。いけるんでしょうか、これは。ちょっと厳しいといったところでしょうかね。ちょっと、下の言うのは無視してます。さあ、どうでしょう。おー、これね、ちょっと今思い出しました。これスローで確認しないとものすごくわかりづらいんですよ。今何が起こったのか。まあ、奇跡だよ、これっていうタイトルですね。もう一度見ましょう。まあ、最初のこの、うまいプレイに対して、奇跡だよ、これって言ったのもあるんですけど、この最後ですね。最後のこの、ブザービートに近い、この最後のね、逆転勝利に至ったこの、まあ、何が起きたかよくわからない、瞬間でしたけども、まあね、クラロワをプレイしていない方は、まあ、関係なくわからないと思うんですけども、クラロワを知っている方なら、結構今のは、
難しい、なんて言うんでしょうね、結構なんでしょうね、すごいってなるような、プレイだったと思います。ここでですね、僕がなんとか、まあ理解することができたので先に言っておきます。はい、ですね、ここでファイヤーボール、ファイヤースピリットが2体キングタワーに入るんですね。で、それに加えて、メガナイトが、こう、ペッカに、相手が出してきたペッカに、こう、攻撃をするんですね。その攻撃が、ちょうど運よくキングタワーに入るんです。そのペッカに対して攻撃したファイヤースピリット2体と、ペッカの一撃が、ちょうどよくですね。わかりますかね？ちょうどよくタワーに入るんです。さあ、まずは1ダメージ。見えましたか？そして2ダメージ目ですね。ファイアスピリットがもう1体入って、ここでメガナイトが攻撃してます。そして、はい。グッドジェネと。はい。まあ、これでも伝わってないかもしれないですね。ちょっと伝わってない場合は、動画を何回も、ちょっとね、細かく戻してみてください。はい。クラロワだとね、巻き戻し機能がないんで不便なんですけども、まあ、YouTube の動画なら何度も巻き戻しできるので、はい、ぜひ。まあ、ここがね、この、よくわからないぐらい細かいところで奇跡が起こるっていうのがこのクラロワの面白さでもありますから。はい。それでは、最後のリプレイですね、これが。はい、見ていきましょう。さあ、インフェルノドラゴンを出して、レイジをかけてますね。インフェルノドラゴンにレイジをかけると相当強くなりますね。はい。で、だいぶ早く、処理できますね。大型ユニットでも。はい。ここのガーゴイルは無視して、エリクサを貯めていこうという感じですかね。ここちょっと厳しいですね。スケルトンみたいでなんとか対応して、いきますね。はい。ここで今ザップが出されてたらちょっと、取られていたかもしれません。幸いでしたね。まあ相手ザップと、ローリングと持ちなんで、だいぶ危険でしたけども。ここで、私はですね、右の方を体力、減らしてるので、右に攻めようとしてますね。まあ、対して、左、ちょっと落とされそうなんですけれども、まあ、左はもう落としていいやという覚悟ですね、これは。その覚悟でもう、右を取りに行ってます。そしてもう、これは、左を取られる。もう、キングタワー取られるから、もう、ここは、上を攻めるしかないということで、なんとか防衛しながらも、ここでグッドゲームと。まあ、いけると思ったんでしょうね。おそらく。はい。いけると思って、押し込みましたね。左に、防衛すること。まあ、防衛してましたけどね。できるだけ稼ごうとしてましたね、時間。はい。無事、勝つことができました。まあ、今みたいなね、こう、臆さないで、押し切る力。こういったのも、このクラロワに重要だと思いますね。はい。まあ、トロフィーを、最後にですね、トロフィーを見てもらえばわかるんですけど、ここですね。3753と。まあ、次回ですかね。もう一度レジェンドアリーナ、まあ、リベンジということで、レジェンドアリーナにね、こう、ぜひとも行きたいですね。2勝して。はい。そんな動画を、次回は出せればいいかなと思います。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。何かやってほしいゲーム他にありましたら、ぜひ教えてください。そしてこの動画の、この動画に対してのですねコメントもぜひじゃんじゃんお待ちしております。今回はクラロワの、リプレイを実況してみたということでしたね。はい。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。